みんな練習お疲れ様。お疲れ様。やっぱり合同練習っていいね。みんなを見てたらいい刺激をいっぱいもらえるよ。うん、私も負けてられないなってもっとやる気が出るよ。それにグループによって練習メニューにも違いがあるのも勉強になります。ええ、いいところを取り入れて今後の練習メニューに組み込んでみようと思いますわ。みんなと練習もできたし、やりたいことがどんどんできてるわ。この調子なら新しくなったこのスペシャルノートもすぐ書き終わっちゃいそうね。お、噂に聞くランジュちゃんのスペシャルノートだ。確かランジュのやりたいことが書いてあるのよね。ええ、ランジュ日本に来てみんなと出会ってからやりたいことがどんどん増えてるの。少し前に歩夢からガーベラの種をもらってね。今はお花にも興味があるのよ。今度ガーベラ以外にもお花を育ててみようと思ってるんだけど、ランジュらしいお花って何があるかしら。ねえねえ、みんなは何だと思う？ランジュちゃんらしいお花か。あ、バラとかはどうかな。ランジュちゃんって見た目もパフォーマンスも華やかだし。それならコチョウランもいいのではないでしょうか。華やかで素敵ですよ。私は香りのイメージでジャスミン。前にジャスミンティーを入れてくれた時のことがお茶の香りと一緒に心に残ってるから。見た目や香りのイメージで選ぶのもいいですが、ランジュと並んだ時のバランスで選ぶのもランジュらしいと言えますよね。そう考えるとランジュに似合うお花って何なのかしら。難しいわ。それなら今度の日曜にフラワーガーデンに行くのはどう？あそこならいろんなお花が見られるわよ。そこよ。ランジュが求めていたのはそこだわ。確かに実際に花を見に行けば見た目も香りもランジュとのバランスも全て確認できますね。ええ、そこでならきっとランジュさんに似合うお花も見つかりますわ。それにみんなで行ったら絶対に楽しいよ。うん、今からワクワクしちゃう。みんなでランジュに似合うお花を探しに行きましょう。はい。みんな、よし、ランジュ自分にぴったりのお花を絶対に見つけてみせるわ。フレットによるとこのルートで進めば全ての花が見られるのですね。ではそのルートで進みましょうか。ええ、みんなと一緒にフラワーガーデンのお花を全制覇するわ。ランジュにぴったりのお花見つけるわよ。ランジュちゃんにどんなお花が似合うのか楽しみだな。じゃあまずはこっちに進んで。あ、よう、どこ行くの？見て見て、すっごくかわいい。ほんとだわ。お花だけじゃなくてこんな素敵なフォトスポットもあるのね。ええ、気分が上がりますわ。ねえねえ、みんなで写真撮ろうよ。いいですね、
お出かけのいい思い出になります。私、後でかりんちゃんたちに見せちゃおうっと。じゃあ、ランジュのスマホで撮りましょう。みんな、ランジュの周りに集まって。はーい。カメラの位置は…あ、これじゃあみんながフレームに収まらないわ。ちょっとカメラを遠ざけて…と…あいや、今度はお花が全然入らなくなっちゃったわ。ランジュちゃん、余白を広めに撮るような感じで自分とお花がフレームに入るように構えてみて。こう？そうそう。あとは私たちが余白に入るように集まれば。ハオリハイ、すごいわ。みんなもお花も綺麗に収まっちゃった。シュシュ、ありがとうよ。これで最高の写真が撮れるわ。よかった。それじゃあ撮影の合図をよろしく、ランジュちゃん。ええ、行くわよ。はい、チーズ。菜の花がいっぱい。素敵ね。ええ、ランジュのお花候補に入れておかなくっちゃ。周りにいっぱい蝶々が飛んでるよ。ほんとだ。私、菜の花と一緒に蝶々の写真を撮りたいな。でしたらしゃがんでお花と蝶々をもっと近くで鑑賞しましょうか。わあ、蝶々が花に止まっています。蜜を吸っているのでしょうか。かわいいですね。そういえば小さいからシカちゃんとカナンちゃんと一緒にツツジの花の蜜を吸ったりしたな。私もです。この時期はよくほのかに誘われて小鳥と3人でツツジの花を摘んだものです。こちらのお花には蝶々が2頭いますわ。寄り添っていて微笑ましいですわね。ほんとだ、仲良しさんだね。エリちゃん、こっちに仲良しの蝶々が。うわ、エリちゃんの頭に蝶々が止まってる。え、そうなの？ええ、エリの頭の上で心地よさそうに羽を休めていますよ。私はどうしたらいいのかしら。あ、動かないでエリさん、蝶々が逃げちゃう。あ、わかったわ。きっとエリの髪が綺麗だから蝶々も菜の花と勘違いしちゃったのね。ええ、そうに違いありませんわ。二人とも褒めすぎよ、照れちゃうわ。見て見て、エリさんの頭に蝶々が止まってるところ、綺麗に撮れたよ。すっごく素敵だわ。よう、後でランジュにもその写真をちょうだい。私もお願いしますわ。私もいいですか。可愛いエリをミューズのみんなにも見せてあげたいんです。ちょっと待ってちょうだい。褒めてくれるのは嬉しいけど、そのいろいろな人に見られるのはさすがに恥ずかしいっていうか。でも私も友達とか兄弟の可愛い写真が見れたら嬉しいって思うけどな。よう、私も写真後でもらってもいいかしら。そのアリサに見せたくって。いいに決まってるよ。
後でスマホに送っとくね。菜の花畑、綺麗だったね。ええ、素敵な写真も撮ってもらえたし大満足だわ。ありがとう、よう。気に入ってくれてよかった。ランジも学校に行ったらエリの写真をみんなに見せ。うう、お腹すいたわ。そういえば、そろそろお昼ですわね。ちょうどいいですし、一旦どこかで休憩しましょうか。賛成。あのね、私サンドイッチを作ってきたんだ。みんなで一緒に食べようよ。わあ、ありがとうエヴァさん。お花を見ながらエマのサンドイッチが食べられるなんて最高ね。では移動しましょうか。飲食の持ち込みが可能なイベントですし、どこかに専用の場所があるはずですわ。確か近くの広場にピクニックスペースがあったと思います。みんなで向かいましょう。よーし、レッツゴー。写真撮ってもいい？もちろんだよ。いっぱい撮って撮って。こちらのサラダもお花があしらわれていて素敵ですわ。ええ、どちらも華やかでとても美味しそうです。食用のお花を使ってるから食べても大丈夫。たくさん作ってきたからいっぱい食べてね。じゃあ、早速。はーん、好吃、おいしい。お花を使ったおいしいランチなんてフラワーガーデンにぴったりね。さすがエマだわ。ありがとう。みんなでフラワーガーデンに行けるのが楽しみでね。いろいろ調べてたら食用のお花を使ったメニューを見つけたんだ。食事で春の気分を味わえるのっていいよね。考えることは一緒ですね。一緒？私も食事で春の気分を味わおうと思ってホムラの和菓子を持ってきたんです。キャッ、お花の形をしてるわ。かわいい。ほんとだ、綺麗。こっちは梅でこっちは桜だね。この黄色いのは何のお花なのかな。こちらは山吹ですわね。お見事、正解です。さすがダイヤ、詳しいわね。いえいえ、茶道で和菓子をいただくことが多いのでたまたま分かっただけですわ。ありがとう海ちゃん。ちょうど甘いものが食べたいなって思ってたんだ。こんな可愛いお菓子が食べられるなんて嬉しいな。実は私もフラワーガーデンに行くのが楽しみでいろいろと考えていたんです。ホムラに春限定の和菓子があると聞き持ってきました。ホムラの和菓子はとても美味しいのでみんなにも食べてもらいたかったんです。そうだったんだね。私たち一緒だね。ええ、さあ召し上がってください。うん、
山吹の形の和菓子、すっごく可愛く撮れた。後でアクアのみんなに見せようっと。ランジュ、どうしました？口に合わなかったでしょうか？ううん、和菓子はとっても美味しいわ。とっても美味しいけど、春限定ってことは春にしか食べられないってことでしょ？それが残念だなって思ったの。みんなとこの美味しさをずっと味わっていられたらいいのになって。来年の春もホムラへ行って食べましょう。それに他の季節の和菓子もとっても美味しいんですよ。そうね、春は今だけじゃない、また次もあるのよね。夏も秋も冬もみんなで食べたいわ。はい、四季折々の和菓子をみんなで楽しみましょう。ふぅ、お腹いっぱい。うん、サンドイッチも和菓子もすっごく美味しかったよ。ではそろそろ出発しましょうか。私少し寄りたい場所があるのですが、よろしいでしょうか？へえ、ダイヤが来たかったのってお土産屋さんだったのね。はい、ルビーから頼まれていて。一緒ね、私もアリサから頼まれてるの。そうだったのですね。よかったら一緒にお土産を見ませんか？ええ、一緒に見ましょう。見て見て、このおもちゃ面白い。本当だ、 BGM に合わせてお花が踊ってる。かわいい。アラームが鳴ると花が踊る仕組みになっているみたいですね。おお、かりんちゃんに良さそう。かりんちゃんへのお土産、これにしようっと。私もほのかへのお土産にしようと思います。これがあれば朝寝坊が少なくなるかもしれません。はあ、このお菓子美味しそうだわ。でもこっちのボールペンやノートも可愛くていいわね。あーん、どれも素敵で迷っちゃうわ。いっそお店ごと全部買っちゃおうかしら。ランジュさん、そうすると他のお客さんが買えなくなってしまいますわよ。こちらのお菓子はどうですか？一箱で量も十分ですし、味も4種類入っていていいんじゃないでしょうか。いいわね、お花の形なのも可愛いし。ランジュ、みんなへのお土産それにするわ。気に入っていただけてよかったですわ。あら、ダイヤの持ってるしおり素敵ね。ありがとうございます。今日の思い出に自分用のお土産として買おうと思っているんです。そうだったのね。可愛いし、持っているだけでテンションが上がりそうだわ。ランジも今日の記念に同じものが欲しいわ。どこにあるの？ご案内いたしますわ。こちらです。わあ、いろいろなお花のしおりがあるのね。ああ、ダイヤの持ってるのと同じのがあったわ。ランジもこれにしようかしら。お揃いもいいですが、種類もたくさんありますし、ランジさんが気に入ったお花のしおりを買うのもいいと思いますわよ。気に入ったお花、じゃあランジ、この白いお花にするわ。
白いデイジーの花ね。可愛らしくていいじゃない。でしょ？ランジュ、このお花気に入っちゃった。お土産を買ったら、このお花を見に行きたいわ。確か、近くにデイジーの区画があったはずですわ。お土産屋さんを出たら、みんなで向かいましょう。白以外にも赤、黄色、ピンク、いろいろな色のデイジーがありますわね。うん、どのお花も元気いっぱいに咲いてて可愛いな。どの色も素敵だけど、ランジュは白いデイジーが一番好きだわ。真っ白なお花を見てると、やりたいことノートの新しいページを見てるみたいにワクワクして、やりたいことがどんどん浮かんでくるの。じゃあ、花言葉も含めてランジュちゃんにぴったりのお花だね。ほら、ここを見て。区画の看板に花言葉が書いてあるの。白いデイジーの花言葉は無邪気なんだって。無邪気ってことは素直ってことだよね。うん、ランジュちゃんっぽい。ええ、あどけなくて可愛いところがランジュさんの魅力ですものね。それにランジュと並んだ時のバランスもいいですね。華やかなランジュと可愛らしい白のデイジーがバッチリ合っています。まさにランジュって感じの花ね。みんなありがとう。みんなのおかげでようやくランジュにぴったりのお花が見つかったわ。ランジュ、白いデイジーのお花を育てることにする。絶対綺麗に咲かせてみんなに見てもらうの。ランジュ、今からその気持ちを歌にするわ。みんな、ランジュの決意の歌を聞いてちょうだい。おお、ランジュちゃんの歌声と風に揺れるデイジーがすっごく綺麗。風に乗ってデイジーのいい香りもするね。私、香りと一緒にこの景色をずっと覚えてると思うな。きっとそれだけランジュの気持ちが歌に込められているのね。聞いてくれてありがとう。素晴らしい歌でしたわ。ランジュの決意しっかり届きました。ランジュちゃんならきっと綺麗な花を咲かせられるよ。うん、そうだ、せっかくだし帰りに白いデイジーの種を買いに行こうよ。いいわね。確か園内にお花の種を売っているお店があったはずよ。じゃあ帰りに売店に行きましょう。みんな、ランジュのお花が咲くのを楽しみにしててね。ミュースがトレーニングしてる場所で同じことができるなんて感動だわ。喜んでもらえたのなら何よりです。ですが、本当にここで良かったのですか？ウェイ様、なんで？どういうこと？この場所でのトレーニングもいいですが、
虹学にはもっとすごいトレーニングマシーンがあると聞いていたので。何言ってるのよ、ここだって素敵じゃない。大好きなミューズがいつも練習してる場所なのよ。それだけでランジュのやる気は何倍にもなるの。トレーニングマシーンなんかなくったってランジュにとってはすごく特別な練習場所よ。ランジュ、さあ海、トレーニングを始めましょう。いつもはどんなことをやっているの？ここでは階段を上り下りする運動をよく行っていますね。じゃあそれをやりましょう。練習量はそうね、ミューズがやっている2倍、3倍はやりたいわ。ランジュ、それはいくらなんでも無茶では。そんなことないわよ、だって今のランジュは最高に気分がいいもの。どんなトレーニングだってできちゃうわ。わかりました、ランジュがそこまで言うのなら私も最後まで付き合います。ですがやると決めた以上は私は妥協しませんからね。望むところよ、ランジュ絶対にやりきってみせるわ。気合も十分なようですね。では階段ダッシュ始めますよ。この抹茶のデザート美味しいですわ。甘いクリームとほろ苦さ、そして濃いお茶の香りがたまりませんわね。気に入ってもらえてよかったわ。ダイヤ、抹茶のスイーツが好きだからここのカフェの春限定スイーツ食べてもらいたいと思っていたの。こんな美味しいものを紹介してもらえてエリさんには感謝してもしきれません。大げさね。でもダイヤの幸せそうな顔が見られてよかったわ。エリさんも一口いかがですか？とっても美味しいですわよ。それじゃあお言葉に甘えていただこうかしら。美味しかったわね。それじゃあレジに。あら、ダイヤ何を見ているの？お持ち帰り用のお菓子です。美味しそうなのでルビーにお土産をと思いまして。なるほど、ダイヤは本当にルビーのことが好きなのね。ちょっと違います。え？好きではなく大大大好きですわ。それなら私もアリサへお土産を買っていってあげたいわ。大好きな妹だから。では一緒にお土産を選びましょう。大切な妹のために。それじゃあピクニックを始めましょうか。さあシェフが腕によりをかけて作ってくれたお弁当よ、召し上がれ。でしょ、シェフに頼んでランジュの好きなものをいっぱい詰めてもらったの。キャッ、あなたが喜んでくれてランジュも嬉しいわ。こっちのおかずも美味しいのよ。はい、どうぞ。どういたしまして、喜んでもらえてよかったわ。でもなんでランジュが考えていたことがわかるの？ランジュのこと何でもお見通しね。
もっと一緒に遊んでランジュのこと知ってちょうだい。なになに？キャー、最高じゃない。ねえ、今日は一緒にとことん楽しみましょう。ううん、今日だけじゃなくってこれからもずっと一緒に楽しいことがしたいわ。ねえ、またランジと一緒に遊んでくれる？キャー、約束よ。それじゃあ今日もいっぱい楽しみましょう。ランジュ、今お花を育ててるの。白いデイジーでね、早く芽が出ますようにって毎日お願いしながらお水をあげてるのよ。今から咲くのが楽しみだわ。綺麗に咲いたらみんなにも見せてあげなくっちゃ。お花が咲いたら特別にあなたには一番最初に教えてあげるわ。だから絶対にランジュのお花を見に来てね。約束よ。